皆さん、こんにちは。漢字チャレンジ 1026. 今日の漢字はこれです。このビデオの最後には、この漢字を使った言葉が読めるようになります。 このビデオでは4つのステップで漢字を勉強していきます。ステップ1では漢字の意味、そして漢字の読みを学びます。ステップ2では漢字の書き順を見て学びます。ステップ3では漢字を使った言葉の意味、そしてこの漢字の読み方を学びます。ステップ4、最後です。ステップ4ではこの漢字を使った言葉が読めるかどうかクイズをします。それでは始めましょう。 意味は5音読みは5訓読みは55つ大きいつです5つ送り仮名がつブッシュはこれ2なんですねそして画数が4です12344画です、1. ちょっと短いです。止めます。真ん中から2。三角目。3。曲げます。4画目。長いです。5。止めです。短いです。長いです。1、2、3、4。 May fifth は五月五日です。五月五日、五月五日、大きいつです。えものを数えるとき五つです。五つ、五つ、大きいつ二つです。 Uh, fifth floor は五回です。五回。五です。五回。Five people 五人です。五人。五月五日。五つ五回。五人。 ステップ4です。漢字が読めるかどうかクイズをします。今から私が言葉を指で指します。皆さんはその言葉を読んでください。皆さんの後に私が答えを言います。これは5月5日5人5つ5回 次はスピードを上げます。これは5回5つ5人5月5日私が言葉を指します。皆さんは読んでください。答えは言いません。 どうでしたか漢字が読めたという人は、like ボタンを押してください。今日のビデオはこれで終わりです。また明日会いましょう。さようなら。This project is for the people who wants to learn kanji.I'm going to post one kanji per day.Our goal is to remember or memorize 1026 kanji. If you are up for the challenge, please subscribe my channel. I will see you tomorrow. Bye!